それではあの幕張理事長の、内田さんお願いします。おはようございます。エネワン電機プレゼンツ爆破甲子園2019追加カードを発表させていただきます。ガッツ石島選手翔太組対石井圭介岩崎幸喜組が追加カードとなりました。まあ、その他、女子の試合を1試合考えておりますのでよろしくお願いいたします。この件に関しまして質疑応答はございますでしょうか。これは通常ルールで、はい、通常ルールで、通常ルールです。こちら通常ルールです。はい、バッターに、はい、じゃあ実験の方は大丈夫ですか。じいちゃんバッターはい、じゃあ、爆破実験に、移ります、はい、移る前に、今回の爆破甲子園の、トーナメント出場者も、3名いらしてますので、紹介したいと思います。じゃあ、はい、じゃあ、から軽く自己紹介。はい、DDT プロレスリング所属の営業です。プロレスリングバサラー所属の、クーマです。よろしくお願いします。はい、トーナメントにエントリーしました。頑張れプロレスの今成です。よろしくお願いします。じゃあ爆破事件前に一言ずつお願いします。爆破がどんなものなのか見てみたいなと思います。自分はですね、やっぱ電流爆破に憧れてインディープロレスに憧れたんですね。必ずトーナメント勝ってメインの電流爆破進みたいと思います。今日の爆破実験もね、生で爆破を体験できるということですごい楽しみにしてきました。実験怖いです。これだけ広い土地ではありますけども、どんなことが起こるのか正直怖いです。でも今体感しとかないと17日の心構えもできないと思いますので、今日その恐怖を自分に植え付けてそれを乗り越えたいと思ってます。はい、以上です。じゃあ実験の方に、移りたいと思います。はい、1、2の3。すごいな。すごい。すごいっすね。過去最高じゃないですか。いや。すごいな、おい。いや、多くないですか。ぶっ飛んだよ。どうでしたね。倒れはどった。大丈夫ですか。痛いな、おい。誰だ、こんなにお前、大きくしたのは。いや、俺、ボールさんが過去最高のものって言いましたもん。いや。変なこと言ってしまったな。これはすごいっすね。大丈夫か。大丈夫か。俺は絶対このトーナメント1回戦勝ってこの電流爆破体験してやりますよ。これちょっと想像以上です。これちっちゃいよ。想像以上です。まあ、でもやるしかない。やるしかない。これの何倍が当日来るんすか。うん、倍ぐらいじゃないか。倍ぐらいっすか。確かに切れてます。切れてる。これぐらいはまずいって思いますよ。まずいってしょうがないだろ。しょうがない。いや、もう自分10年ぶりなんだ。いや、でも過去最高の爆薬でやります。はい、11月17日爆薬更新、ぜひ見てください。ぜひ。はい、何か質疑応答ありますか。これは当日は携帯としてはリングの携帯としてはノーロープになるのかっていうのはもうすでにあれですか。いや、通常のロープです。
あれですけども、バカバットを用意します。はい、4本で、はい、4本です。はい、バカバット4本用意します。過去最高じゃないの。過去最高っす。ブレードアップした。こちらお願いします。かなり盛ったね。こちらお願いします。ありがとうございます。すいません、こちらお願いします。持ち前お願いします。ありがとうございます。すいません、反対側お願いします。いきます。ありがとうございます。